4月から NHK 受信料見払いだと3倍すいません、うちあの、テレビないんで、じゃあちょっと中入って確認させてもらっていいですかちょっとそれ不法侵入ですよ放送法が改定して、テレビの有無を確認するために、室内に入れることになったんですよえーどうするコースケ。えー、どうもコースケです。今日はですね、ちょっとね、今月中に触れなければいけないお話、ついにね、NHK 受信料の話、 に、ちょっと切り込んでいきたいなと思いますね。えー、まぁ、あ、ちょ、こちらにある通り、ね、まぁ、あ、下ね NHK のロゴね。可愛いロゴなんですけれども、やっぱ NHK 受信料問題はね、これいつかはね、取り上げないといけないと思って。で、4月から NHK 受信料、未払いたと3倍の金額が請求が来る。未払い者はどうするかっていうことでね、ちょっとね、 これ、いよいよね、NHK が本当にガチで来たということで、えー、NHK と放送受信契約に正当な理由がないにも関わらず応じない人に割増金を請求できる制度がね、4月に導入されると。もうすぐですね、あと1週間。過去に受信料支払いの督促に応じない人や、事業者に NHK が裁判を起こすこともあったが、新たな制度の創設で支払いを拒んできた人たちはより痛い思いをすることになるのか ということでね、4月1日から受信契約が改正されると。で、新たな規約では、受信契約書の提出期限を明確にして、従来の地帯なくから受信機の設置の月の翌々月の末日までって規定されたと。今まではね、まあ、テレビを置いたら受信契約書をね、地帯なく出せって言ってたんですけれども、それをね、具体的な日時を指定することによって、 裁判をすぐね、しやすくなるってことでしょうけども。これ提出しなかった場合、受信契約の受信や受信料免除について、嘘などの不正があったら、受信料の2倍に当たる額を割増金として請求することができるということでね。罰金ですよね、要はね。えー、まあ、請求することができるって言ってるだけでね、確実に全員請求するわけではないということで、まあ、脅しでしょうね。で、未払いの受信料を入れると3倍の金額を払うと。これすごいね。まあね、うち、テレビないんで、 中にね、確認ガサってね、俺をぶん殴って確認しに来ない限りはね、ないって言ってる人の家の中は見れませんからね。地上契約が月1275円で、衛星契約同2220円、えー。両方未払いの場合が、未納金で割り増しき1ヶ月あたり。四、えー、1485円。年間12万。これすごいね。でね、5年の消滅事項があると。ということで、NHK はね、えー、受信料の支払いが届か、届っている分についてこれまで通り金額請求する。事項の申し出があった場合は、事項5年とすると。ってことは、 この申し出がなかったら5年以上めちゃくちゃ何十年も払ってない人がいたら何十年も取られるってことでしょいくらでも遡って怖いですね本当ねで NHK なんでこれ取れるのっていうと要は法律でね放送法第6時4条で規定されていると協会の放送を受信することのできる受信設備テレビですねを設置したものは 受信契約を締結しなければならないということでね。すごいね。NHK さんね。未契約の世帯や事務事業所に対しても訪問や文書などを通じて、受信料制度の意義を精神誠質丁寧に説明し、契約と支払いをお願いして、 います。受信料制度の意義って何だろうね、これね。これは何なんでしょうね。わかりませんね。こうした努力を重ねてもなお契約いただけない場合は、受信料の締結や受信料支払いを求める民事訴訟を実施すると。ヤクザですね、完全にね。で、過去に大手ホテルチェーン店に対して受信料を求める裁判を起こして19億の支払い命令が決定した。これどこだろうな ちょっとわかんねえのま、すぐ調べら出てくるんでしょうけどね。これね、まあ、弁護士らはどういう見解かというと、えー、村松弁護士。受信契約書の提出危険というルールが明確になった上で、訴訟を起こした場合、今までよりも短期間で判決が出る。で、裁判にかかる費用や労力も軽減されるため、NHK にとっては、 訴訟手続きに移行しやすくなる面があると。ただね、訴訟が増えるかどうかは分からない。えー、割増金を請求することができるってね、えー、遠回しな文章をもって、脅しですよね、これね。請求す,するよちゃんと払わないとするよってことですよね。だから訴訟を起こす前に割増金は請求しないことを、にして審理を認る、診療に支払うように促す。割増金は請求しないから払ってよっていうね、圧力をかけるってことですね。いずれにしても、いやいやでも支払う判断をする個人や事業者が増える可能性が高いと思います。いやいやでも支払う判断をすると。なるほどね。 最近ではチューナーレステレビと呼ばれる地上波や衛星放送を受信され、するためのチューナーがないテレビが NHK 受信料支払わなくていいと話題になったが、えー、テレビをチューナーレステレビに買い替えれば100%支払いを学べることができるというわけではないと。ワンセグ機能付き携帯、うん。これ今時持ってるやついないでしょうもういつの時代よこれ。ワンセグの携帯なんてもうね、いないって。こんなの持ってるやつ。テレビ付きチューナーのカーナビ。もうこれも今時カーナビなんて売れてないからね。もうってスマホで、 スマホの Google マップのね、カーナビ側に使ってるからね。ワンセグ機能付きの携帯もね、テレビチューナー付きのカーナビもね、持ってるのは高齢者だけ。で、高齢者はもう叱らってるからすでに。で、テレビチューナー付きパソコンなんてもう普通、テレビチューナー付いてないでしょ、パソコン。ということでね、まあほぼテレビということね。これに関してね、まあみんなの意見。もうこれもね、みんなの意見はね、もう、大体想像つくと思うんですけども、えー、契約とは双方の同意のもとで行われるものだと考えています。それを強制的に結び、受信料を徴収する制度 NHK グミに収める上納金というシステムだと考えますとかね。うまいこと言いますね、これね。 ただ一つ抜け道があるとすれば、受信機設備の有無をどうやって証明していくか、いつから受信機を設置したということです。うちはこの先ずっと設置する予定ありません。こんなの簡単ですよ。NHK 組だから、ドアガーンってやって、バットでおっきりぶん殴って、入ってきて確認するでしょ。強盗みたいに。これいずれね、やってもおかしくないでしょ。ここがポイントだと、受信機の設置の有無を確認どうやって証明するか、中入るしかないでしょ。中入るために、この放送法をね、勝手に改定して、テレビの有無を確認する目的だったら、中入ってもいいっていう いう法律になったらね、もう終わりですからね。 さすが NHK 組さんですね。ということでね、あとね、実際じゃね、どのぐらいの人がね、あの、入ってるかっていうことで、これアンケート。まあ、NHK とかがね、出してる情報っていうのは、当てにならない。はっきしって、まあ、ま、あ多くの人が払ってるっていうふうに、情報を改ざんして出してる可能性が非常に高い。みんなが払ってれば払うよねっていう人が多いね。日本人の国民性をついてますよね。で、これ実際こう、ツイッターの方でね、まあ、ツイッターやってる人とテレビ見てる人はね、そうはね、確かにね、ツイッターやってる人は多分テレビ見てない人がね、多いとは思うんですけども、それでもね、えー 正当な理由なく受信契約に応じない人の割増資金を請求できるっていうことに対してどうするかっていうね。で、NHK 受信料を払ってる人が25%、で、そんなの払わない51%、テレビ内23.9%、払ってる人が25%で、そもそもテレビ内が24%、で、もうそんなのに払わないっていう人は50%、半分以上の人が払わないっていうことですね。これはまあ1月のアンケートなんですけども。これがね、かなり直近のアンケート。これが 最近、一昨日ぐらいのアンケートね。3月23日のアンケート。現在 NHK を未払いの人についてのアンケートね。えー、契約してない人。一番多いのは未契約のまま割増金を積み立てていくってこれが54.5%。で、次は4月以降は契約して払うが29%。これね、やっぱね、意外にやっぱこう、4月以降はね、29%。3分の1ぐらいはね、4月以降は契約するってっ人がね、増えましたね。で、一応契約するが不払いということで。えー、これは NHK はね、すごいな。ほんとね、やることが。 普通の、ま、NHK 以外の、こう、メディアとかはね、民放とかは、ま、他のネットとか YouTube とか、コンテンツを作ってる人っていうのは、自分の出した映像でどれくらい見られるかによってスポンサーがついて、そのために、あの、いいものを作るためにみんな努力してる中で、これはもう一概に見ても見られなくとも関係なく、もう月いくら、 ってがっつり取っていくっていうのがね、本当にこの今のこの資本主義の中でね、このすごいなっていうこの考えをね、押し付けるのが、これが本当ね、今はね、もう2023年になってはまだやってるんだっていうことでね、えー、ちょっと世界的に見てちょっとね、他、他のね、中国、韓国、アメリカとかどういう、こういうのがあるかは、海外はね、こういうのがあるかどうかわかんないんですけどね、多分ね、日本だけなんじゃないですかね、これね。まあ、いつかはね、あの、矢面に立たされて、国際的に見てこれどうなのっていう議論の場に、ね、挙げられると思うんですよね、こういうのね。 まあね、とりあえずね、うちはテレビないですから、どうするこうすけ。ということでね、チャンネル登録こちら、NHK さんのところにありますので、ぜひ、えー、気に入ってくれた方だけで結構ですね、チャンネル登録は。あのー、YouTube 見れる人は全員、えー、登録しないといけないってわけじゃなくて、えー、気に入った方だけが登録できるっていう、すごいね、優しいシステムになっております。では最後までご視聴いただき、ありがとうございました。